やいとく納得肉料理仲良し三人組は今話題の飲食店で女子会です新鮮だよレアがおすすめこのお店 SNS でも評判だったよあまり火を通さない方がおいしいよねお店の雰囲気もいいし大丈夫でしょうちょっと待ったー 加熱不足の肉料理で食中毒が起きてるんだよえぇ、ー、お肉を食べて食中毒が起きるのはどうして健康な牛や豚などのお腹の中にも食中毒を起こす細菌は存在していますお肉にする過程でその食中毒細菌がお肉に付着することがありますへぇ お肉の加熱が不十分だと、食中毒細菌は死滅しません。ほんの少数でも食中毒を起こす菌もいます。外食の時にも注意しないといけないんだ。外食時に注意が必要な肉料理は例えば、鶏肉料理、ひき肉料理、レバー料理です。 レアの誘惑に注意。店員さんの誘惑フレーズ、ひき肉料理。新鮮だから大丈夫。火は通しすぎない方が美味しいよ。牛100%ならレアでも大丈夫。インクを食中毒細菌に見立て、ハンバーグを作る実験をしました。 塊肉を用意します。片方のお肉の表面だけにインクをつけます。フードプロセッサーでひき肉にします。インクを表面につけたお肉です。ハンバーグを作ります。 インクが中まで混ざり込んでいます。表面だけについていた食中毒細菌もひき肉にすることによってお肉の中まで入り込みます。中までしっかり加熱しないと食中毒細菌が生き残ってしまいます。店員さんの誘惑フレーズ鶏肉料理 朝締めで新鮮だからレアでいけるよ。契約農場からの産地直送だから生で OK。ブランド地鶏だから軽く火を通せば大丈夫。カンピロバクター食中毒のリスクがあります。市販されている鶏肉からカンピロバクターが高い割合で見つかっています。 えー、カンピロバクター食中毒は激しい下痢を起こしてとてもつらいんだ数週間経ってから神経の麻痺、呼吸困難を起こすギランバレー症候群になることもあるんだよ怖ーい。はい、店員さんの誘惑フレレーーズレバー料理表面だけ軽く炙って食べてください。 牛豚はダメだけど鳥の白レバーならレアでも安全レバーの中には細い管がぎっしり詰まっているんだこの管の中にカンピロバクターや腸管出血性大腸菌がいることがあるんだよそういえばこの間ニュースで。 焼肉店で O157 の食中毒が発生とか言ってた腸管出血性大腸菌 O157 は子供やお年寄りが重症になりやすくて腎不全などで亡くなる人もいるんだ絶対生や加熱不足はダメだね知っておくべき加熱の目安はこれだ安全な加熱はどれかな 左のようにお肉やレバーの色が白っぽく、つやがなくなり、肉汁も透明になるまで加熱してもらおう。食中毒は嫌加熱不足と思ったら、焼き直してもらおう。後日のことです。仲良し3人組はまた女子会です。新鮮だよ。よ。レアがいいよ 焼き直してくださいおしまい